フランスプロリーグ機構、LFP が16日、パリ・サン・エルマン、PSG に所属する28歳の、ブラジル代表 FW ネールに2試合の出場停止処分を下した。今 C の欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも観視聴。1ヶ月無料お試し実施中、ことの発端は、現地、13日に行われたリーグアン第3節のマルセイ、戦、0、1で迎えた後半アディショナルタイム、両無の選手が入り乱れての乱闘騒動が勃発。PSG のライビン・クルザワ、レアンドロ・パレス、ネイマール、マルセイユのジョルダン・アビ、ダリオ・ベネデットが退場している。ネールに関しては、前半から、マルセイユのアル・ロ・ゴンサレスと口論になり、第4審判に向かって、人種差別、ノーと訴えかける場面もあった。して、ネイマールは乱闘騒動で、アルバロの後、部を叩く場面が、VAR で確認され5人目の退場者と、ている。この結果、ネイマールは2試合の出場、止め処分に加え、復帰後も再び反則行為をした。1試合追加で、出場停止となる。なお、ネイマール、アルバロから、人種差別を受けたと主張する。第2に関して、LFP が調査することになった。両。